モントレズ・ハレルは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州、ターボロ出身のプロバスケットボール選手。NBA のワシントン・ウィザーズに所属している。ポジションはセンター。バージニア州の高校を卒業後、2012年に、メイモン・ルイビル大学に進学。1年生の2012から13シーズンに、早速、NCWA トーナメント優勝の偉業を達成した。 ハレルは3年生の2014から15シーズンまでプレーした後に2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明し32位でヒューストンロケッツから指名された7月15日にロケッツと契約2015から16シーズン開幕戦のデンバーナゲッツ戦で NBA デビューするも同シーズンは 参加のリオングランデバレーバイパーズでのプレーが大半となり、さらに2016年3月には D リーグの試合で審判に暴行を犯したために5試合の出場停止処分を受けるなど散々な形でシーズンを終えた。2016から17シーズンはドワイトハワードの遺跡などで出場機会が増加。2016年12月30日のロサンゼルスクリッパーズ戦では、 自己最多の29得点を記録した。2017年6月28日、クリス・ポールとの大型トレードで、ロサンゼルス・クリッパーズに移籍した。2020年11月22日、ロサンゼルス・レイカーズと契約した。2021年8月6日に5チーム間の大型トレードで、カイル・クーズマ、検定ビアス・コールドウェール・ポップと共にワシントン・ウィザーズへ移籍した。 ファーストネームのマントレズのリットルは、ハレルの父親が思いつきでつけただけだとされており、そのスペルは発音されず、モントレズと発音される。ありがとうございます。